ボーートレース芦屋 G1 全日本王座決定戦開設65周年記念、さあ、初日メインの全日本王座ドリームの開始、1号艇佐賀の峯タ太、2号艇大阪の太田和美、3号艇愛知の池田浩二、4号艇岡山の吉高九郎、5号艇群馬の武ス島誠、6号艇福岡の篠崎仁さあ、コースどりゆっくりとインをうかがう1号艇峯タ太。 今年の賞金ランキングナンバーワンさらに年間最高勝率3年連続でのトップへも視界良好と大ハッスル中峰の因線その人気を集める峰の横を陣取るのが2号艇大高住そ忖度はできないと全力の2コース戦3コース3号艇池田浩二直前優勝飾り気持ちよく転戦4コース角昨年終年初日帰京のリベンジ戦4号艇吉田拓郎 5コースポイズンアタックでチャレンジカップ優勝と載っている。5号艇ブス島誠を大外6号艇篠崎仁志チャレンジカップ優出3着で見事グランプリへの切符を掴んでいます。3対3です。内側から1番2番、3番、4番、5番、6番の並び。2秒前。 1>, 1秒前、スタートしましたドリーム戦の第12レース1号艇の峰がいいスタートを放ちましたさあそのまま逃げたい勢は1号艇の峰龍太握って仕掛ける3号艇の池田刺して2号艇の太田1号艇の峰が押し切っています スタートは前提正常でした先頭は1号艇の峰竜太、その後ろ3番、2番、4番が並んで2マークの攻防戦、トップで1号艇の峰が折り返します、そして2番手、握って回る3号艇の池田、懐から4号艇、吉田、さらには2号艇の太田と折り返します、2番手の接戦は3号艇の池田浩二がリードを奪ってきました、その後ろ2艇審査で4番、2番が並走、レースは2周目です。 先頭は1号艇、峰竜太2番手は3号艇の池田浩二3番手の争い、握って回る4号艇の吉田拓郎4号艇の吉田拓郎が一歩前2艇新水がいた2号艇の太田は4番手その後ろに5号艇の武ス島6号艇の篠崎となっています2マークからホーム側先頭1号艇の峰竜太2番手に3号艇の池田浩二そして3番手は4号艇の吉田拓郎 上位3艇は1番、3番、4番の台形でレースは最終周回へと入りましたトップタイミングのスタートからしっかりと押し切りました1号艇のミ峰ター絶大な人気に応える走り2番手は3号艇の池田浩二3番手、4号艇吉田拓郎1番、3番、4番この決着3連単のオッズは13倍となっています 初日のドリームをしっかりと制するのは1号艇のミネルーター最終コーナーを折り返します2番手に3号艇の池田浩二、3番手は4号艇の吉田角郎でまもなくゴールを迎えます先頭1番五輪、3番五輪、4番五輪、2番五輪、5番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました